第77回秋季全道高校野球大会、10月16日開幕、プレド、のとかち、日川地区予選の組み合わせが11日、決まった。2年ぶりの全道大会出場を目指す帯広能は23日の初戦で帯広緑洋白川学園の勝者と対戦する。横浜高を春15度、夏12度の甲子園出場に導いた渡辺現地元監督、79、 から指導を受けた経験を生かし、地区突破を目指す。また10日には札幌、小樽地区でも組み合わせが決まった。名称の教えを胸に勝利を積み重ね、十勝効率のオスが巻き返しを図る。前チームから4番に座る帯広の、藤本翔太郎首相、2年、は、教えていただいたことを無駄にせず、試合で全てを出し切りたいと腕をまくった。 池田きなり副部長が横浜港出身。その縁で、昨年は同校で部長を務めた小倉誠一郎氏、今年は渡辺氏に帯広まで足を運んでもらった。昨年は技術指導が大半を占めたが、今年は精神面の指導を多く受けたという。常に、できる、やるとかを言い続けていれば言霊になって実現する。甲子園に行くとか、勝つとか、 そういう気持ちを出してやることが大事と教えてもらったと藤本首相。打席に入る前の心構えや素振りの方法なども伝授されたほか、渡辺氏の次女で、同校野球部の寮母を務めた管理栄養士の元美さんから食事に関する助言も受けた。プロ注目左腕、で、渋谷純季、3年、ら主力の3年生が抜け、1、2年生の経験は浅い。 軸となる選手が少ない中、西川雄太郎監督36は、全員がキャプテンのつもりでやってほしいと、2年高政11人に役職を与えた。それぞれが総攻守や私生活分野などのリーダーに就任。個々の統率力を磨き、誰かに頼らないチーム作りを進めてきた。19年秋に4強入りし、選抜の21世紀枠に選出。 コロナ禍で大会は中止、された帯広の21年には夏の甲子園出場も果たしているが、今夏まで3期連続地区敗退中と苦戦が続く。藤本は素晴らしい指導者の方々にわざわざグラウンドまで来ていただいた。いい報告ができるようにプレーしたいと恩返しの勝利を誓っていた。